グリーリー軍はアメリカ合衆国カンザス州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1247人であり、2000年の1534人から18.7%減少した。カンザス州内では最も人口の少ない軍である。軍庁所在地はトリビューン市であり、同軍で人口最大の町でもある。軍名は ニューヨーク州チャパクア出身で、ニューヨークトリビューン誌の編集者だったホレス・グリーリーに、ちなんで名付けられた。カンザス州憲法が1986年に修正されて、住民投票で承認されれば、それぞれの軍でアルコール飲料の販売が認められることになったが、グリーリー軍は2008年までアルコールを禁じるドライの軍だった。この年、 グリーリー軍の住民投票で販売が認められるようになった。2007年11月6日の住民投票で投票者73%の賛成により、グリーリー軍とトリビューン氏は軍と市を統合することを承認した。この仕組みは以前に都市化されたワイアンドット軍のカンザスシティで実施されたことがあった。グリーリー軍にできた政府は5人の委員による軍政委員会となり、 そのうち二人は都市部の住人から選ばれ、二人は田園部住人、最後の一人は全軍から選ばれた。州内唯一の統合主軍である y ト軍の場合と同様に、軍の一部は統合主軍に含まれていない。ホレス氏は統合に反対を決めた。2008年4月に統合監督委員会のメンバーが選出され、政府は2009年に統合された。 この統合の動きは2004年に始まっていた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は778.01平方マイルであり、すべて陸地である。アメリカ合衆国の中で水域のない5つの軍、及び12の独立市の中では、面積最大の軍である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。軍は3つの軍区に分けられている。軍内の都市はどれも政治的に独立とはみなされず、軍区の数字のすべては都市の数字を含んでいる。下表で人口中心は最大都市であり、特に大きな数字でなければ軍区の人口に含まれるものである。ありがとうございます。